以前は計一し運河と呼ばれていた。ソウル特別市厚生区開花道の甲州大橋付近から陰町広域市西串川道を経て、航海へ至る経路で建設された。総延長約 18km の内大部分は、放水路を拡幅して利用するため、実質的な新規開設区間は 4km 弱とされる。 2009年6月に着工され2011年10月に完成した。その後、6ヶ月間の試験運行を経た後の2012年5月25日、リア・アキヒロ大統領も出席して京ヒト市アラベッキルの開通式が行われた。運河の完成で外国から直接ソウル市内に過客船を呼び込めることとなるため、中国航路を想定し、 辰山や南神島などにフェリーターミナルを建設する構想も浮上している。ケイヒトシユンガの名称、アラベッキルは、公募によって選ばれ、2009年5月に命名された。船の道、航路を表すペッキルに、アラを加えた造語。アラは、アリランのリフレインから取られたもので、民族の文化や、精神の意味を持たせている。また、観光の故障の一つである、 アリスイを連想させる意味もあるという。ケイヒトシ運河建設計画は、1987年の大統領選挙で、当時の与党である民主正義党のロタイグ候補が選挙公約として掲げていた。1995年より民間企業体が建設計画を進めていたが、環境保護団体の反対により2003年に頓挫した。 その後、2008年に、韓国水資源公社が、公共事業として進めることを決定し、翌2009年より建設に着手。実施にあたっては、民間事業体が計画していた規模を縮小。運河幅を100メートルから80メートルへ、水深を6.3メートルと変更し、総事業費を2兆2500億ウォンに抑え込んでいる。2008年に直面した、 経済危機の中で実施される大土木事業であることから、韓国版のニューディール計画として、雇用喪失や波及する経済効果について期待される一方、2003年に、頓挫した全計画と同様に、自然破壊の危惧は解消されないとして、野党や自然保護団体からは、中止を求める意見が出された。 また韓国開発研究院が2008年12月に提出した経費都市運河事業の経済性と妥当性を認める報告書についても2009年11月に運河の事業主体である水資源公社が韓国海洋水産開発院に発注して作成した報告書で KD 報告書の物流予測量は課題に水増しされていることを指摘されるなど事業による 経済効果自体についても疑問が出された。再開と、観光を結ぶ運河が、開通陸上運送分担を期待。KBS ワールドラジオ。http://world.kbs.co.kr/.japanese/.news/.news レシメートルディテール。htm? 脳イコール438292012年5月30日。 閲覧。韓国経済、tb,http コロンスラッシュスラッシュ www.wounet.co.kr スラッシュニューススラッシュ w o w n e w s スラッシュビュー N H n アス p アテッ d イコール a 二千九億四百二十九万百六十一アンドカーページイコール一アンドブコードイコール n 0 7 0 1アンド 虫育イコール 272&、タイプイコールアテッド&、プタイトルイコール2008。KD1。ハンギョレ ht。http コロンスラッシュスラッシュ www.hani.co.kr スラッシュ rt スラ、e、ッシュエ、e、コノミースラッシュエコノミージェネラル 496175HTML2012 年5月30日、閲覧。 ありがとうございます。